20人が死亡、6人が行方不明となっている観光船「カズワンの事故から2年5か月、きょう、船の運航会社社長、桂田精一容疑者が逮捕されました、HBC のカメラは、きょうの桂田容疑者の姿を捉えていましきょう午前11時過ぎ、網走海上保安署に入った1台のワンボックスカー。 車から降りてきた男は、知床遊覧船の桂田精一社長です。白い半袖シャツに身を包み、足早に建物の中へ入っていきました。この時、すでに逮捕され、容疑者となっていました。和湾が水面から出てきました。一昨年四月、知床半島沖で起きた観光船カズワンの事故。 20人人人がが帰らぬ人となり今も6人が行方不明のままです国の運輸安全委員会は船のハッチの蓋が完全に閉まらない状態で海水が船の内部に流れ込み沈没したと推定海上保安庁が捜査を続けていましたそして今日被疑者、桂田精一を業務上過失往来危険。 いたしました桂田容疑者は観光船、カズ z ンを運航する際、運航管理者として安全を確保すべき義務を怠り、船を沈没させて乗客・乗員を死亡させた疑いが持たれています。 倉庫そして機関室にまで及び沈没に至ったと説明しました一方桂田容疑者が容疑を認めているかどうかについて回答を差し控えるとしました責任の追及はついに本人への強制捜査という形で捜査機関に委ねられることになりましたでは捜査にあたる小樽の第一管区海上保安本部から中継です 桂田容疑者を逮捕した第1管区海上保安本部が入る建物の前に来ていますこちらでは先ほど午後2時から捜査を担当した刑事課長ら4人が会見を開きまして経緯について説明をしました会見は10分ほど説明自体は10分ほどで終わったんですが その後の記者との質疑応答を含めますと1時間半ほどにも及びました何度も何度も集中していた質問は大きく分けると2つあります、1つは桂田容疑者が問われているその過失の中身についてそしてもう1つは2年5か月たった今日どうしてこのタイミングで逮捕に至ったのかということについてです。 今日の記者会見の中で,です、ねえー、刑事課長らがです、ねまあ、桂田容疑者の過失について乗客・乗員の安全を確保するため発行、まあ、船を出すことの中止または航行継続を中止する義務があったがこれを怠ったと説明しました。 一方、会見ではハッチからの浸水で沈没に至ったという説明でしたがでは、そのハッチのふたの不具合を放置したことや運航管理者にもかかわらず事故の当日に事務所を不在にして連絡が取れない状態だったことなど、まあ、具体的にどの行動がその過失に当たるのかについては回答を控えるとしました。 またなぜこのタイミングでの逮捕かについても多くの質問がありましたが一貫側はこれまでも桂田社長に対する任意での聴取を行っていたことを認めたうえで証拠隠滅の可能性が排除できないことから逮捕に至ったとだけ説明しました第1管区海上保安本部は今後も真相究明に努め、まあ、乗客家族のために依然行方が分からない6人の捜索にも全力を尽くすとしています 今回、突然の逮捕ということになりましたがその乗客の皆さんの捜索に携わった人そして家族の皆さんはどののように受け止めた羅臼町の漁師桜井健治さんは今朝、遺族から逮捕の知らせを受けました。 それだけの時間をかけて、逮捕までこぎつけたあの解放には本当感謝しかないです。はい、ボランティアで行方不明者の捜索を続けてきた櫻井さん。これまでにカズワンの船長だった豊田紀之さんと乗客の女性の遺骨を見つけています。自分たちはその一方をただ待つだけでしたけれども、 家族はちょっとの方々には、まあ、まだまだこれから先、裁判とかいろいろあるんで、大変だとは思いますけれども、あのどうかあの心の安らぎを得てほしいなと思います桂田社長については、責任の大きさを自覚してほしいと話します。 経営が確定するまできっと彼のことですから争うでしょうから自分の会社が自分が代表者として何をしたのかっていうことはあのよく理解して反省してほしいです本当に去年まで斜里町長を務めていた馬場隆さんです発生直後から自己対応に当たりました、うんえー、ここまで来たんだという考え深いものが あったんではなないかなとこの観光に寄与するっていう事業なんだけれども経営者として事業主としてやるべきことをやってなかったっていうことが私からの目から見ればうう事故で命を落としたぬで島うさんの両親は桂田社長の逮捕を受けて弁護士を通じてコメントを出しました。 桂田逮捕の一報を聞いてやっとこの日が来たんだなと思いました一部では立件されないかもしれないという情報もあり心配していましたが今は少し安心しています桂田には潔く自分の罪を認めてほしいですしできる限り重い処罰が下されることを望みます裁判が早く終わり 一日でも早く息子を感じながら家族全員で前に進みたいと思います。